あ、月じゃん。なんでいんの？なんだ、お前ら知り合いだったのか。そう、クラスメイト。そうだったのか。あ、これ、あすか。ばあちゃんのスカーフ、渡しといて。あ、ほんとだ、あんがた。あ、そういえば、アキラさん、こないだうちのホタテ買ってったんでしょ。あー、シンが七輪持ってきてくれて一緒に食べてさ。うん。なあ、うまかったよな。あ、そうだ、今度アスカも。一体どこの誰でしょうか。おい、アキラって。アキラってアキラさんだったんだ。は？へえ、アキラさんか。え、なんだよ、俺を置いてけぼりにすんなっつーの。アキラさん、こいつと付き合ってんの？は？何言ってんの？将来的には付き合う予定。付き合わねえっつーの。お前も余計なこと聞いてんなすか。シン、帰るぞ。なんだ、カツキの片思いか。どんまい。ミナトさんから全然返事が来ない。昨日からずっと。つうかお前送りすぎ。普通に引くわ。コインランドリーは留守だし、家に行っても反応ないし、もしかして怒らせたかも。怒らせた？なんで？理由は分かんねえ。とりあえず今日はもう家行ってみたらいいんじゃないですか。シンはほんとアキラさん一直線なのな。シンって呼ぶな。アキラさんのこといつから好き？お前には教えない。っていうか、そっちこそ湊さんのことどう思ってんだよ。俺もアキラさんのこと好きっつったらどうする？なあアキラさん。うん？年下ダメ？え？頼りない？それとも信じられない？アキラさん的に俺はどう思う？なんだよ、真の真似か、それとも恋愛相談か。あのな、お前はチャラいけどちゃんといいやつだし、誠実に告白すれば相手も分かってくれると思うぞ。港さん、花房と二人っきりで何やってるんですか。浮気？バカ、ちげえわ。ただの恋愛相談だよ。なあ、アスカ。ま、そういうことにしといてあげるよ。またね、アキラさん。じゃあな。